年末なのに請求書請求書と。うん、これ映ってんの？この辺。この辺かな。ちょっと待って。おはようございます、ご秘見です。本日は28日、曜日でいうと木曜日ですか。本日が私仕事納めでございますね。パテがね、さっき見たんだけど天井ね、ちょっとやばい。やばくはないかな、どうかな、でもちょっとリアゲートの方はね、もういい感じなので、ちょっとそっちをね重点的にやっていこうかと思います。そしてね、明日からねお正月休みに入るんですけどね、まあ明日は今日朝ごはんを食べながら親父とも話したんだけど、もう親父が張り切っちゃってさ、おい明日ベランダやるんだろうつって明日ねちょっとベランダの修理に入ろうかと思います。まあまあまあ楽しそうにしてる親父をね見てるのもいいもんです。まあそんな感じでね、本日も、作業前に何も関係ないお話から作業に入りたいと思います。皆様、今日もねつまらない動画になりますけど、皆様最後までご視聴よろしくお願いいたします。よし、さあ頑張ろう。はい、もう多分、いやここ乾いてなくない？ちょっとね一回ね、あの削ってみますよね、あの大丈夫な方から。映ってる？これ映ってないでしょ。俺の勇姿が映ってないでしょ。でこれ新しいやつ買ったじゃないですか。めちゃめちゃいいよやっぱ長い間使っててもう分かんなくなっちゃってたけどさ、やっぱ新品はこの周りが違うね。周りが違う。何言ってるか分かんないけど、ほらすげえ。ここは手動の方がいいかな。わかりますかね、この辺とこの辺とこの辺がちょっと低いで、でっかい巣穴がまだ何個かあるで、この他はねもうある程度面が出るので、あのこのあと中間のあのやつちょっと入れて本体成形して、いや、いいかな、このちっちゃい巣穴だけ埋めてサフでいけるかもしれないな。そうだね、でっかい巣穴を中間で埋めてサフで、あとは消えるともこのぐらいだったら、一応乾いてるには乾いてるのかな。とりあえずこのぐらいまで行っといてくれれば、あとはサフで行ける。でこのでかいちょっと巣穴はね埋めますけどね、こっちみたいに中間パッテン
ちょっと届かなかったので年内中、年明けには届くと思います。じゃあこっち行こう。よし、もうちょい、もうちょい、もうちょい、ここ感じで、あとは中間パテ、年明けに中間パテが届いたら細かいとこやってサフですね、成形してサフですね、リアゲートはこんな感じ。ここの厚盛りが乾いてるってことは天井も、乾いてるということだと思うので、ちょっと天井の方に移ってみましょう。さてさて、ちょっと天井やってみようね。一応ちょっと待って、うっせ、気持ち悪い。うわすげえ、粉塵爆発が起こるよこれ。多分カメラの位置関係上私のケツしか映ってなかったと思いますけど、今ね、この前も言ったようにまずこことここ、こことここ、まあ、要するにこの際を合わせるっていうところを重点的に今やっております。なぜかというと多分ね、この歪んじゃってるぐらいのこのど真ん中ぐらいはね、もうパテ大盛りにしていかないと合わないので、歪んでんなおい、あっちこっちここから歪んでんだよ、この辺から、この辺から。でもそれはもうしょうがないから、なんとかつながってる部分だけでも合わせていかなきゃなんないので、でこの辺もある程度この歪みに合わせてつながってるけど、うん、まだこの真ん中、要するに簡単に言っちゃうとね、この辺りはあの中間のやつもう一回盛るので、この辺とかもまあ一応それでも鳴らすけどね、鳴らしてるけどね、ある程度ならこうなってればいいんだけど、この辺このまま使うので、今そこを重点的に合わせているところです。でそことそこに合わせて、あの次のパテをこう合わせていくので、この辺だけで、こっちは多分ねこの辺りまで行けると思う。この辺りまで行ける。で、ここから、そう、こっち側はね、この辺、この辺もうちょい削るけど、この辺から、この辺りだね、この辺りまで多分、行けそう。この辺もうちょっと削って。で、その削った部分と、ここの、つながりがちょうど合うぐらいになるから、そしたらでもこっちはこの辺からだな、この辺からこのぐらい、簡単に言っちゃうとね、このぐらい、この辺にパテを盛らなければならないと思う。こっちはいいな、ここいいな、この辺いいな、こっち側はいい感じ。よし、もうちょっとやっていきます。とりあえずね、あの半分だけ今やってます全部いっぺんにできないんで、ちょっと待ってて、今やっちゃうからね。はい、今半分終わりました。これで、いやもうちょいだな、この辺もうちょい、今これで、うん、いい感じでつながってる。この後はサフで消える、うん、いい感じでつながってる。ここもうちょいだな、うん、ここもうちょい削って、こっちもねいい感じでつながったんだけど、こっからこの辺まで、こっからこの辺までで
ここに段差があるの分かりますか。この辺もう一回パテ、こういう風にね、ここもうちょい削るけど、でこっちはこのままなりで、あ、ダメだ、うん、もうちょっと削って合わせられる、この辺は。でここにちょっとパテをこう入れる感じね。でこっち側はとりあえずここの際まで合ってるので、この辺ね、この辺とこの辺をつなげる。なんでここの頂点が今両方のつながりの、ここが何言ってるか分かんねえかここがねてっぺんになるので、この辺が、でこの辺とこの辺をつなげる。そうすれば完璧。完璧っつって言ってももうベゴンベゴンなので、それがなんとなくつながってるように見えるっていうだけね。ここもうちょい削った方がいいね。この辺、この辺、こういう感じでこの辺もうちょい削る。でここがまだちょっと低すぎるので、ここが一番いい感じだ。ここが、あ、つながるな。よし、いいよ。でこっから先のパテはね、全部もう中間パテでやるので、いい感じだ、いい感じになる。ここいいな、ここうまくいったな、このヨタクリンとこ苦労してる、苦労してますよ頑張ってますあ、うまくなったな俺パテ。正直こんなのがうまくなってもしょうがないんですけどねパテがうまくなってもしょうがないのよ。いや、まあ、俺的にね、俺的にはね、いいじゃん。これでも半分ね、いい感じでいきましたね、半分で。向こうもこれで合わせて蹴る、ここに合わせて、よーし、いい感じですね。ということで今年の作業はここまでにしよう。今からくーちゃん散歩、はあ、ちょっと頑張った頑張ったよああ、し、こっちもねいい感じでいけると思うからね。うんうん、もうこの時点でここはね綺麗につながってるから、こうやってサフ入れてその成形で OK、 全部いけると思う。まあね、あのよく見るとね、あのこうね、よく見るとね、もうそのパテ成形のうねりはもう絶対出てるのでね。よし、